はい、ハノイリビングの田口です。はい、今私はね、iPhone の、港レジデンスの一角に来てます。はい、今日はね、その一角といいましても、この中に、日光ホテルハイフォンですね。日光ホテルハイフォンと、ライブハウスさんの、はい、ロイジェントパークスハイフォンですね、があります。はい、全部一体でね、藤田さんが、土地を開発して、建物を建ててますからね。はい、今日はね、これから私も今日ここに一泊させてもらいましたが、ロイジェントパークスハイフォン。中ね、ちょっと覗いてみます。皆様にご紹介しますね。はい、もうハノイとね、そんなに変わりはありません。すごいグレードが高いですね。はい、非常に高いグレードで。で、やっぱりこの辺、皆さん、日本人がね、散らばって住んでらっしゃって、サマセットとかね、いろんなところにいらっしゃったみたいなんですが、やっぱりさすがにロイジェントが来ると、みんなここに集まってきますよね。はい、ぎゅっとこう短期間のうちに結構な人数の日本人の方々が、集まってここに住んでらっしゃるよ、状態ですね。はい、どんな感じか、入れていきますね。はい、入り口レセプションがあってこんな感じですね。受付がね、はい、吹き抜けで綺麗になってます。はい、でね、これ面白いのはここから向こうがこれ日光ホテルなんですよ。はい、繋がってるんですよね、扉でね。はい、繋がってます。でプールとかも、まあ、ここにあるんですけどもね、全部ね、共用で利用できると。あ、今日は閉まってるか。はい、共用で利用できるんですよね。1階がここが、こっから向こうが、日光ホテルハイフォンなんですよね。はい、まあ、1階ホテルの1階のラウンジバーといいますかね、こんなところがあって、はい、こんなのもね、まあ、一体として利用できるっていうのはいいですよね。一体型になってるというのがすごいですよね。お互いの、まあまあ、インフラ部分を共用できるといいますかね。はい、こういうプールなんかもね、今清掃されてますけど、まだ朝早いんですけどもね、はい、今準備をされてますが、こんなのも利用することができるという感じです。はい、じゃあね、ちょっと部屋の方どんな感じかね、ロイジェントパークスハイフォンですね、ちょっと見ていきたいと思いますね。はい、ここがロイジェントに行く入り口、日光ホテルから入る入り口、つながってます。じゃあですね、これから室内ですね、撮っていきますね。はい、一泊させてもらってるんですけども、ちょっとじゃあどんな感じの部屋かね、見ていきますね。ご紹介します。一番ね、狭いタイプです。 38.8 平米のお部屋。はい、急いでたらね、うちのフェンさんに、はい、一番、狭い部屋でいいよと、取っといてねというふうに言って泊まったんですけど、いやいやね、結構、はい、広いんですよね、これね。これが一番狭い部屋かと。はい、昨日一晩一泊させてもらいましてね、今ちょっと少し散らかってますけども、どんな感じかね、はい、部屋をご紹介しておきますね。はい、ハノイにあるね、ロイジェントパークスさん、何度も行かせてもらってますけども、はい、あそこは大成建設さんが施工したんですよね。でここは藤田さんが作りました。はい、この目の前にね、このもう産業道路っていうのかな、すごい広いね、ロータリーがあって、もうビングループが分譲したヴィラの戸建て群がね、見えますけども、はい、すごくいい景色で、でね、これも泊まるには十分ですね。はい、広さ的にはもう 38.8 だけど広く感じますね。はい、ちょっと見ていきますね。キッチンがね、ここにありまして、でもう全然僕はもう一泊なんで料理なんかしませんけど、まあ、長くここで滞在する長期滞在者の方でも、これは十分、単身の方だったら十分かなと思うような感じです。はい、2口の IH のクッキングヒーターがあって、で、まあ、1口のキッチンシンクですよね。細かいとこ見るとね、なんかすごくね、お金かかってるなっていう感じはしますね。はい、調理はしませんが、こういうもうキッチン周りの用品は全部揃ってて、お鍋とかね、はい、フライパンとか調理器具なんかもあると。あとはね、まあ、こういうポット類とか、パナソニックさんの電子レンジ、はい、冷蔵庫なんかがこうありますよね。はい、でスタジオタイプなんでね、もうこんな感じです。はい、もう手を伸ばせばね、何でもこう手が届くというか、そんな感じですね。はい、パソコンちょっとね、仕事をいつものようにやるんですけども、はい、非常に快適に
Wi-Fi がめちゃくちゃ速いですね。測定しましたけど、上がりが80メガ BPS、はい、あ、下りか。で、アップロード上がりが100メガ BPS 超えてましたね。まあ、ちょっとそんなわけないかなと思うんですけど、いつも使っている測定ソフトで測るとめちゃくちゃ速いですね。はい、快適にアップロードができました。はい、バスルームがこんな感じですよね。はい、もう本当イナックスさんの製品を使われてるかな。ヒップウォッシャーなんかもね、ヒップシャワーなんかもちゃんとあります。洗濯機もね、まあ、長期滞在の場合は洗濯したいなと思うんですけど、こういったものも、はい、完璧に揃ってて、カバン一つで来ていただければもうすぐに宿泊できるかなと。はい、もうちょっと広い部屋に行くとね、バスタブはあるんでしょうけども、おそらくお湯もセントラルですね。間違いないでしょうね。はい、こんな感じです。はい、どうでしょうかね。もう十分ですね。はい、まあ金額とかはね、ちょっと伏せておきますけども、とてもそんな安いですよね。はい、安いです。200何十万ドンとかそんな金額じゃありませんでした。はい、とても安くて泊まらせていただいてます。150万ドンぐらいかな、一泊。プロモーションなのかちょっとよく分かりませんけども、それぐらいで一泊できるんで、いやいや十分ですね。十分です。はい、まあ、細かいところ見ていくとね、やっぱりきちっとしてますね。藤田さん、日系の会社が作ったってことだけあってね、きちっとできてるかなと。はい、ハノイのロイジェントパークスと何ら変わりはありません、このグレード。はい、こんなところに泊させてもらいました。さすがダイオハウスさんのロイジェントパークスですね。ザ・ダイニングですね。ロイジェントパークスさんの、ご飯の、食堂になってます。ザ・ダイニング、ハイフォンにもあります。ハイフォンじゃない、ハノイにもありますけども、もちろん、ハイフォンにもあるんですよね。はい、これができてね、日本食のレベルは一気に上がったって言ってました。はい、ロイジェントパークスの食堂ですけどもね、もう今ご飯はね、さっき食べたばっかりで、ちょっとお客さんがいたんで取れなかったんですけど、取ろうと思ったらもう終わっちゃってましたね。すみません、とっても美味しかったですね。はい、ここに野菜がずらっとあって、玉ねぎとかトマトとかねあって、で何でしょう、だし巻き卵とか梅干し豆腐とか、サバの照り焼きとかね、はい、その辺の野菜系とかね、何だったかな、ひじきとかほうれん草の、はい、ベーコンソテーとか、そういうものを、ちょっとずつね、食べて、すごく、すっきりしました。はい、もう、中はこんな感じ。はい、で、ベーカリーもね、中に入ってらっしゃるので、それで焼いたものをここに並べてらっしゃいます。これはハノイと一緒ですよね。とても美味しい、はい、とっても美味しい。もちもち卵で、さっきは卵かけご飯をしましたが、はい、とっても美味しかったです。はい、これぐらいのグレードで、皆さんも食をね、守ってらっしゃる、こんな感じですね。